バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信しています、シンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイ、後ほどサウンドプロデュースでお世話になっているギタリスト石井が登場してくださいます。石井は相変わらずゲストっぽいゲストですのでね、はい、まあ最後までね、ようこと皆さんイチャイチャお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。今週はですね、もう9月に入っちゃいましたね。9月1日の放送でございます。残るところ2022年もあと9、10、11、12、4ヶ月、4ヶ月しかありませんよ。皆さん、沖縄まだまだ暑い日続くから夏って感じなんでしょうけれども、鹿児島も負けじと夏感が漂う9月1日ではございますが、一瞬ね、こう夜とかね涼しいから、あ、秋かなと思いきや、結局朝方ね、あの冷房切るっていうねタイマーしてると結局つけてるみたいなね夏じゃんみたいな感じでございますけれどもね。まあ今年の夏はね、沖縄行けないだろうなと思ってたらやっぱり行けなかったので、来年こそ FM ギノワンのスタジオから生放送でね、皆さんと同時間過ごせたらなと思ってます。まあそれが私のね来年の楽しみ。そして残り4ヶ月2022年、皆さんどのように過ごされますか。よこはね、これからはもうちょっとクリスマスモードに入りましてね。とはいえ、ようこの初のカバーアルバムスターズも11月にリリースをしますのでね、そちらの制作モードにも入りつつ、秋祭り呼んでいただけないかな。秋何かかしら、皆さんのお力添いで沖縄行けないかしらみたいなことをね考えておりますが、まあ今年一回ね、沖縄だけじゃなくて東京もね行きたいと思ってるんですけれどもね。まあとはいえ、とはいえ10月22日は地元のね、鹿児島県志布志市の島津楽器にありますキュレオホールでの初のワンマンライブが決定いたしておりますので、鹿児島県のおすすめ半島の皆様、そして市内からも、まあ志布志はね行こうと思ったら日帰りで行けますからね。そうそう、ぜひぜひ久々のワンマンライブ、フルバンドでのライブ、同じね会場で空気の入れ替えはするから同じ空気はちょっと吸いにくいですけれども、まあ吸えないですけれどもそうそう、楽しんでいただけたらなと思いますよ。今夜の1曲目はですね、もう夏終わっちゃうな、だけどようこ夏大好きなんて、みんなでタオルフリフリした思い出を今年は胸に秋に向かってみようかなと思ってますが、というようこの気持ちを込めて、みんなと一緒にラブ。I fall
聴いただきました曲は陽子でラブでした。皆さん今日はね、陽子皆さんと何をお話できるかな、何お話ししようかなと思ってね、ちょっとねいろいろ考えてみたんですけれども、最近さ人間力をね試されることがやっぱりねあります。皆さんもあると思うんですけれども、うちのね15歳の娘がねよくね水筒を学校に持って行って落としちゃったとか、あ壊れちゃったっていうことも前一回あったんですけれども、まあ、壊れない程度に水筒がへこんだりして帰ってくるわけですよ。でまあね学生さんですので手が滑ってねとか、まあ、そういうことはあるだろうけれども、もう水筒壊さないでよみたいなね、まあ、そういうお母さんなんでねちょっと一言言うわけですね。そしたらさ白い水筒をへこまして帰ってきて、ああって言ったら次の日ね白い水筒に可愛い真っ黒クロスケをねあの後輩ちゃんが描いてくれたと。あへこんだところに油性ペンでデザインされただけですごく特別な水筒になったのね。で私はそれを洗うたびにね、あへこむこととか落ち込んだりそして傷ついたり逆に自分がこう傷つけてしまうようなこととか、まあ、何かかしらねあまりこう人間の生活の上で、まあ、人生の上で良くないことっていうのがまあみんな絶対起きると思うんですけど、起きてしまった時に誰かの力でそれがまあ、あの時は必要なことだったのかもしれないね長い人生みたいなことになったりとか、でまあそれがね家族だけじゃなく友達だけじゃなくて本当通りがかりの方とかね、まあ本当どういう出会いがあるのかみんなわからないからですね、そういうことをねちょっと感じることがあったりするわけですよ、まあ、皆さんありませんなんかちょっとね長い話になってしまいましたけれども、本当で自分があこの引き出しないぞと、陽子も35年間ね、生きさせていただいてますが、あこの引き出しなかったな、どうクリアしようかなって思うとき、ひょんなことでね、あなるほどね人ってこういうものの価値観もあるのねとか、あそうか一緒に乗り越えないといけないねみたいなことやっぱりありますよね。で最近は陽子はねそういうことの価値観のねなんていうのかな、今まではまあ3つぐらいしか方向を見えなかったこともだいぶね柔軟に見れるような、まあ、角度で言うと今までは、30度ぐらいしか見えてなかったので、今180度ぐらい見えて、まあ、たまに360度見えた気になってるものの見え方とかもあると思うんですけれども、まあ、皆さんもねそういうことはあるかと思うんですけれども、まあ、何がっていうね何がっていう話でもないんだけど、うん、まあそういう人生がこう私の最近作詞活動にね生かされつつあるという話なんではございますけれどもね、そうそう最近ね新曲をねちょっと作りたいと思ってね、サウンドプロデューサーの石井と一緒にねちょっと考えようよっていう話をしてまして、で今までは1曲に対して歌詞は1つし、まあ、最低2つの方向性だけど1個しか書き上げれなかった私が1曲に対して2、3パターン書けそうな勢いがあるっていうのもね、まあ、ちょっと冒頭長くなりましたけれども、物の見方をね鍛えられてるこの最近の陽子がこの 1、2 年で、ね、物の見方遠くにね鍛えられてますからね、コロナ禍の影響もありますし、自分がブレないところっていうのをね結構あるんだなって、まあ旗から見たらこう頑固なんでしょうけれども、まあ、そういうところもね、まあ、活かせるんじゃないかなと思ってね、活動はしておりますね。まあとはいえ、陽子が、次お聞きいただきたい曲は、まあね、まだね、ああ夏よ終わらないでという気持ちからね、そうそうお届けした一曲がございます。垂水市の観光 PR 大使を務めさせていただいておりますが、私この曲のミュージックビデオを撮りに行く垂水までのフェリーの間ずっと歌詞が決まらなくて歌詞書いてました。出来上がったら、あ人生の応援歌としてね、いろんな方にね、特に私より先輩方に、あこの曲応援歌だよねというふうに認めてもらえて嬉しいなっていうナンバーでもございます。それではお聴きください、陽子で Believe。 手放したり奪って満たされたくはない。
きいただきました曲は陽子で Believe でした。はい、ではここでうちのボス大先輩ゲストっぽいゲスト石井をお迎えしたいと思います。石井いらっしゃいませ。こんばんは、石井です。今日もありがとうございます。よろしくお願いいたします。お願いします。石井さん、ちょっとね冒頭長かったんですけど、はい、陽子ね、いろんなものの見方をねこの、まあ、1,2 年鍛えられて、うん、歌詞が結構思いつくような人間になりましたね、はい、いいことじゃないですか、うん、さっきねお聞きいただいた Believe はさ、うん、石井さんにすがりましたよ、あのフェリーの中で、うん、歌詞がってもう虫食い状態の歌詞で、うんねね、こういう気持ちなんですけど、でいつもさ石井さんに歌詞をあのちょっとアドバイスくださいって言って結局石井さんの歌詞を使ってない私がいるっていうね。でも物の見方を石井さんはあの歌詞じゃなくて物の見方をいつもアドバイスくれますよ。歌詞をあのなんていうの、私が出てこないから助けてって言ったら、いいことですね。いいことです、うん、その物の見方についてねちょっとねさっきお話ししてたのもあって、真面目ですね。そう、今日はちょっと真面目にね、はい、そうそう、石井さんは、うん、あの一つ何か物事が起きた時に、うん、一通りだけの視線で視点で見てるような人ではないなって思うんですけど、うん、結構いろいろ考えてますね石井さんも。そうですね、だからそういう見方に、うんうん、なんでなったかとか、うんうん、まあ、考えていくと、うん、まあ、いろんなね、うんうん、事柄が起きたりとか、うんうん、いろんなことを考えてそうなったわけだから、結局人生経験が豊富になれば豊かになれば、うん、物の見方って広がるって感じ。まあ、それもありますよ、うん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 、やっぱ経験だけはねやっぱり年を取るとそれだけ、うんうん、還暦迎えちゃったしね、まあ、60年生きてればいろんなことがありましたから、うんうん、そうですよね、うん、そうですよ、うんうん、だからいろいろ物の考え方というか捉え方はできるかなと思っております、うんうん、その捉え方とかを例えばギタリストだから、うん、この曲に対して あのギターソロはこんなイメージでとか、まあ、分かりやすく言うとこのしっとりの曲なんだけれども、うん、もっとパワフルに前向きに生きていこうぜみたいな、しかもアコギでギターソロお願いしますって言ったら、うん、やっぱそういうメロディーが自然と湧き出るんですかイメージで。そうですね、だいたいそのギターソロとかなんかのソロを考えるときっていうのは、うんうん、まあ、アレンジをやってるので、はい、イントロからずっと流れ でここはもうこういう感じでっていう流れで、結局やりますよ。一曲を通して、まあ、アレンジするときに、うんうん、まあ、そこのなんていうの、すべてのスパイス、うん、一曲を通して考えてらっしゃるんですね、やっぱね。そうですね、うんうんうん、だから今時、ね、はい、割とあのソロ系っていうのはもうほぼなくなれてるので、そうそう、結構さ打ち込んでるなとか生の音じゃないなみたいな、うん、たとえ生の音でもなんか機械で変換した音だなみたいなね、うん、聞く人もそのギターソロを飛ばして次を聴いたりとか、まあ言えばそういうの多いみたいですよ、自分の好きなところだけを聴くっていう。なるほどね、うん、でも意外とアイドルの音楽ってギターソロ多かったりしますよね、うん、それは多分、うん、そこ飛ばして聞かれてるんじゃないかなとなるほどね、うん、分かった、うん、いやまあそれは分かんないですけど、たださ、まあ、リスナーの皆さんの方が作り手よりも、まあ、いろんな作り手の方いらっしゃると思うんですけれども、耳が肥えていらっしゃいますよ。だから陽子の曲は、まあ、私自身がギター弾けないからこそギターの音が好きなので、まあ、ギターのソロは、まあ、すごい偉そうに注文してますよね、うん、まあ、それはこだわりですよ、うん、この楽曲に関してはね、うんうん、まあ、何種類かねギターソロあれして聴いてもらって、うんうん、そこからまた新しいアイデアをもらうので、うんうんうん、なんかいいコンビっていうんですかこれは。あ、そうです ね、うんうん、いい感じになってますよ今、うんうん、だから曲作るのもあのアレンジするのもギター弾くのも楽しいし、うんうん、確かにステージもね楽しいし、うんうん、やっぱ生で演奏したいっていうのが一番強いですね。そうですね、この間も久しぶりに真由美さんと石井さんとアコースティックでね、うん、夏祭りねあのお仕事いただきましたけれども、うん、楽しかったですね。楽しかったですよね、そう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 、うんうん、でやっぱりこう常日頃毎回同じことをやってる自分がいますよ、うん、その同じ楽曲を皆さんの前で演奏してる、うん、歌ってる自分がいるんですけど、まあ、クラシックだとこの難易度の曲をクリアすると次のまた難易度の高い曲を練習してでコンクールに出てみたいな、まあ、ちゃんとこうカリキュラムが設定されてるようなものがクラシックの良さ、うん、でも J-POP 特にシンガーソングライターは、うん、
発信した時のお客様へのこう響きだったりとか、うんうん、でまあミュージシャンとのやっぱりその音時間の過ごし方によって感動の生まれ方も変わるので、うんまあ、J-POP 特に私みたいなね、そのなんていうの、まあ、自分で言ったらちょっと切なくなるんだけど、今から売れるぞっていうね歌い手は自分なりのね音時間を発信した時に、うん、結局リスナーの皆さん、応援してくださるファンの皆さんの中にどう届いたかっていうのをきちんと分析して、うん、より良いものをあの提供できるようにチームで作戦を、うんまあ、組み立てていった方がね、うん、誰かのためになる音時間が発信できるのかなって思うんですよね、うんうんうん、そうですね。なんか作ってる時はすごくいろいろ考えるんですけど、そうそうそう、出来上がってしまったらもう、ね、売れてる曲ってよく曲が一人歩きするって言いますけど、うんうん、その感覚だと思いますよ、うんうん、やっぱりもう出たもんはしょうがないので確かにね。あと聞き手のね、うんうん、どういう風に受け取ってくれるか、うん、それバラードだけどラブソングっていうね、うんうんうん、ことだけじゃないので、バラードっていうのはそうねそうね、うんうんうん、そうね、だから前向きな曲とかいろんなのを自分なりに解釈して聴いていただけてると思うので、うん、そうそう、だから、ね、私が今回まあねちょっとものの見方がこう広がった、自分の、まあ、人生経験上、うん、人間力としてちょっとものの見方が感じた見方がね広がって、しかもそれで誰かの役に立てそうな気がするみたいな、まあこれはちょっとエゴかもしれませんけど、まあ、そういう感覚をね大事に曲を作ってみたいなってちょっとね最近思ってるところであります、うん、いいことですよ。感覚はねすごく大事だと思います、うんうんうん、こういう感覚があるからこういう楽曲作りたいなとかでもいいし、うんうん、それ全然素晴らしいことだと思いますよ、うん、なので今度10月1日、うん、鹿児島のキャパルボホール、うん、で一子ジャムナイト2回目じゃないですか、はい、でその時に新曲を披露したいなと。なんと一月しかありませんがでしかもバンドだし、うんうんうん、楽しそうですね、うんうん、なのでぜひよく久々に新曲人前で、うん、しかもリリース前 の新曲披露とか初めてなんですね、うんうん、いつもCD になる前にね告知って形なんでね、ぜひようこのこのちょっとね最近の新しい脱皮してるようなようこ、ね、もしかしたらこの1回こっきりしか聞けないかもしれないなきにしも確かに確かに、でもそういうのいっぱいやっていきたいです ね今度新曲します新曲しますって言って、うん、どれが好きとかいうのをねアップしてね、それが CD になるみたいな ねそういうのもありですね、うん、まあ、とにかく今年はね11月29日リリース予定の、うん、初のカバーアルバムスターズが待ってますから ねそちらもお楽しみにしていただけたら嬉しいです。今夜の最後の曲、皆さんのことを今日も思ってお届けします。陽子でキス&ハグ。どこを切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー。些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに。君を思うたびに涙が溢れてくる、いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように抱きしめ合うんだ。この広い空の下に愛を伝えたい君がいる、いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛、言葉は明日を変えていくために必要。傷つけ合う世界で相変わらず
ず幸せな君と僕のカレンダー、今日もお休みのキスをするときに一緒に祈ろう、みんなが幸せでありますように。愛し合うことでこんなにも力が生まれるなら、みんなの思い集めて届けるよ、次の世界へ今一つになろう。この広い星の中に愛を伝えたい君がいる。何があっても心は抱きしめ合う。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。お願いします。いや本当さ、制作する上で今ねめちゃくちゃ楽しいことばっかり待ってるんですよ、うんうん、なのでちょっとね今実はこんなことしてますよってラジオで伝えてもいきたいんですけれども、まあ、皆さんメッセージください、うん、メッセージください、ね、なんかもう僕もね還暦を迎えて、うんうんうん、もう人生この後はもう楽しいことばっかりやりたいです。あ確かに素敵、うんうんうん、なんかもうねいろんな経験をしたので楽しく過ごして楽しく、うんうんうん、ずっとやっていけたらいいなと思ってます。本当大事ですよね。なんか私は石井さんに会う前とか の、うん、そのプロになりたい歌手になりたいと思ってた頃は、うん、どこか辛い経験とか、うん、死んでることしてなんぼだと思ったんですけど、うん、意外と違うんですよね、うん、楽しいことを、うん、楽しいねって笑い合いながら大事な人たちと、うん、いろんなことしてると、なんていうの、音楽の神様だけじゃなくていろんな神様たちが ね味方してくれるっていうか。そうですそうです、うんうんうんね、音楽、いい音楽があり、いい笑いがあり、うんうん、いいですね、楽しくいきましょう、はい、そして私もこのね9月1日に宣言しますけれども、以前ね音楽の神様が更新制だっていう話をしていたっていう、覚えてらっしゃいますか皆さん、うん、音楽の神様って結構ね更新制なんですって。だから石井さんは絶対音楽の神様にちゃんと見染められてる方なんですけど、とはいえあぐらをかくと石井さんも更新制だから次の新しい人たちがその枠を座っちゃうわけですよ、うん、なのでお互いずっとこのまま愛され続けましょうね、うん、そうですね超偉そうだけど音楽仲間の石井さんね、いやいやお互いいっぱい愛されて、でその音楽の神様に選ばれる人をもっと議席増やしながら、うん、いろんな方にそのチャンスをね石井さんは与えてあげてください。はい、お願いいたします。頑張ります。はい、ということで皆さん今週もめちゃくちゃハッピーに過ごしてくださいね。石井様ですよ。ありがとうございました。ありがとうございました。ハッピーに行きますよ。はい、では来週も真面目なお話をしたいなと思いますんで、ぜひメッセージ待ってます。それでは一緒にせーのバイバイハッピー。